子供の頃、俺、前田浩二は山で遭難したことがあった。俺の地元は結構な田舎で、小学校は人数が少なく、同学年は 2,3 人しかいない。1から6年生すべて合わせても20人ちょっとというありさまで、それなりの校舎はあるものの、全生徒が一つの教室で授業を受け、他の教室は無用の長物という扱いだった。教室は一つで先生も一人。まあ見事にかそった町だったわけだが、当時の俺にはそれが普通で、その町が世界のすべてだった。その日、俺は友達の A と B を連れて山に入ってみることにした。普段から山には入るな、山に入るともののけに食われるぞと大人たちから言い聞かせられており、俺たちはそれを面白がってちょくちょく山に入っては木の枝を拾ってきたり、食べられないキノコを取ったりして遊んでいた。 A と B は学年的には一つ下だったが、毎日同じ教室で授業を受けている親友だった。俺の同学年は女子しかいなかったので、俺の遊び友達は必然的に A と B だったわけだ。 A は俺よりも態度がでかいやつで、どちらかといえば俺よりも A の方がガキ大将だった。そんな A が山に行こうと言い出した。俺も B も山は大人にバレたらまずい遊び場としか考えていなかったので賛成した。それで俺たちは放課後に一旦家に帰り、自転車に乗って再び集合した。言い出しっぺは A だが、一応年長者の体裁を保つため、行くでと言って自転車を漕ぎ始めると二人はついてきた。立ち漕ぎで自転車を漕いで30分ほどで山に到着する。今にして思えば、よく30分も自転車を飛ばし続けられたものだ。山へは県道から外れたポイントに自転車を止めて獣道を入っていく。山に入るというだけで俺たちにとっては十分な冒険だったので、深入りしたことはなかった。せいぜい県道から数分の距離まで入り込み、しばらく遊ぶ。大きな枝を集めて秘密基地を作り、その中に入って拾ってきたエロ本を見たり、家からくすねてきた親のタバコをふかしたりするのがいつもの遊びだった。その場にいることが楽しいわけで、本格的な山の探索などをしたことはなかった。人の手が入っていない原生林は、木の立ち方もバラバラで、地面には太い根がうねっている。俺も A も子供心にここで無茶をするとやばいと分かっていたのだ。その日もそれで終わるはずだった。不意に B があっと声を上げた。見てあれ。 B が指さした方向を見るも何もない。なんやと A が問い返す。あそこあそこ、右にぐにゃっと曲がった木の根元のとこや、ウサギ。目をやると根元から右に大きく反り返った盆栽みたいな形の木が生えており、その根元から数メートルの位置にウサギがいた。ウサギは食べ物を探すように耳をヒクヒクさせながら地面を漁っている。し、逃げへんように。 A が小さな声で言いながら、俺と B を手で制し、そろりそろりと木の陰に隠れながらウサギに近づいていく。ウサギまでは20メートルの距離。枝を踏んでかすかな音を立てても、ウサギは耳をピクッとさせて辺りを見回す。俺たちは木の陰に隠れて息を殺し、しばらくそのまま動かない。しばらくして顔を出してウサギを確認すると、
その場から動かずまだ地面を漁っていた。そんなこんなでじっくり10分以上かけて近寄っていった。ウサギまではもうあと5メートル。3人で飛び出せば捕まえられそうな気がしていた。せーの。Aが囁いた。そして一呼吸置いて、セッという掛け声とともに飛び出した。俺と B も一瞬遅れて飛び出す。ウサギはビクッとしてこちらを見て、目にも止まらぬ速さで飛び乗った。飛び乗いた方にちょうど A が走っており、そのまま全力でウサギを追いかけている。ウサギは素早く、小学生の足で捉えきれるものではなかった。三人とも50メートルほど夢中で追いかけたが、ウサギの姿どころか、逃げていく音すら聞こえなくなり立ち止まった。三人とも土の上に座り込んで荒い息をしていた。木の根がうねっている凸凹の山道を全力で走るのは相当しんどかった。転ばずにかけていたのは A だけで、俺も B も転んで膝や手をすりむいていた。あかんか。と A がつぶやいてから、帰ろが。と言った。立ち上がって元来た方へ戻ろうとするが、方角がわからない。ウサギに全神経を集中して夢中で走ったために、方向感覚はまるで狂ってしまっていた。どこを向いても見えるのは、木とうねる根っこだけ。俺たちはあっけなく遭難してしまった。途方に暮れて当てどもなく歩いた。ウサギを追ってきたのはせいぜい50メートルほど。方向を決めて50メートルほど歩き、元いた場所に戻れなければ50メートル戻ってまた別の方向へ50メートル行ってみるというやり方を試してみたが、これがまずかった。山の中の風景は、見る場所や角度によってまるで違って見えた。目印にしていた大きな根っこや岩などは、少し場所を変えるともう見えなくなった。やばいやばいやばい。俺はそれだけ考えながらひたすら県道を探して歩いていた。A も B も最初は気を張っていたが、だんだんと静かになり、やがて俺たちは無言で座り込んでしまった。木の根に腰を下ろして考える。しかしいくら考えても、この状況を切り抜ける案は思いつかなかった。ど田舎の小学生が携帯なんて持っているはずもなく、親に連絡を取る手段もない。どの方向へ進めばよいのかさっぱりわからない。秘密基地さえ見つけられれば帰りの方角はわかるのに。当てどもなくさまよったせいで、元いた場所すらわからなくなった。遭難、家出、行方不明。さまざまな単語が頭に浮かんでは消えていく。不安に押しつぶされた俺たちを嘲笑うかのように雨が降り始めた。夏だったので最初は雨なんか気にしなかったが、濡れるのは嫌だったので大きな木のうろに入って雨をしのいだ。ムカデなどさまざまな虫がいて気持ち悪かったが、濡れるよりはマシだった。雨足はどんどん強くなり、降り出してから数分後には豪雨となった。俺たちは体を寄せ合い震えていた。夏が近いはずなのに驚くほど寒い。濡れた服が体温を奪ったのだと今ならわかるが、当時の俺はただただ怖くて震えていた。どれくらい時間が経ったのか、周りは真っ暗になった。雨は相変わらず強く降り続いていた。
俺たちはずっと無言で、精神状態も普通ではなかった。不安が募りすぎて頭が働かない。B は泣いていたが、俺も A も B に声をかけようとはしなかった。木々を叩き続ける雨の音に混じって、不意に、おーいという声が聞こえた。俺たちは顔を見合わせた。聞き間違いではない。全員に確かに聞こえたのだ。じっと耳を凝らす。おーい、おーい。大人だ。探しに来たんや。そう言って A が飛び出した。キョロキョロと周りを見回す。おーい、誰か。口に両手を添えて A が大声で呼びかける。俺も B も同じように大声で居場所を伝える。おーい。声は遠くから聞こえる。どの方角から聞こえるのかわからない。真っ暗な山の中で雨の音が周囲を覆っている。おーい。呼びかける声は遠く、俺たちの声が届いているのかもわからない。不意に俺は想像してしまった。真っ暗な山の中、呼びかける声は果たして人間のものだろうか。おーい。声はつかず離れず一定の間隔で聞こえている。見て。 B が叫んで遠くを指さした。その方向に目を凝らすと、遠くで小さな光が揺れている。懐中電灯の光だ。行こう。おーい、おーい。そう叫びながら A が駆け出した。俺と B も後に続く。助かったという思いと、もしあの光が懐中電灯ではなかったらという想像が頭の中でぐるぐると渦巻いていた。俺たちは光の元へと走った。光は不意に揺らめいて見えなくなり、またすぐに現れた。おーい。声も変わらずに聞こえてくる。俺は恐怖を感じながらひたすら走った。おかしい。走っても走っても光の元にたどり着かない。もうかなりの距離を走ったはずなのに、一向に光の揺らめきが近づいてこない。呼びかける声も相変わらず遠い。俺たちが走る速度と同じ速度で光と声が遠ざかっているのでなければ、もうとっくに光の元へたどり着いているはずだった。ねえ、何かおかしない？俺は二人に声をかけた。立ち止まって三人で向き合う。雨は少し弱まってきていたが、まだ周囲のあらゆる空間を雨音が満たしていた。おーい。声は続いている。ちらちらと揺れる光も見えている。こっちです、ここにいます。 A がまた大声で呼びかける。おーい。声に変化はない。さっきからさ、おーいしか言わへんよ。俺はおかしいと思っていることを続けた。こんだけ走って近づかなんなんて絶対に変や。狐か何かに化かされてるんちゃう？そう口にしたとき、
不意にもののけという単語を思い出して鳥肌が立った。山に入るともののけに食われる。大人が言っていた言葉が耳によみがえった。俺たちは立ち尽くしていた。動くことも喋ることもできず、互いの顔を見合わせて黙っていた。おい。不意に近くから呼びかけられ、俺たちは飛び上がった。声は俺たちのすぐ後ろから聞こえた。太くて低い男の声だった。慌てて振り向くと誰もいない。雨に濡れる真っ黒な木々が見えるだけだ。雨音に混じってパキパキと枝を踏む音が聞こえる。姿は見えない。誰かいますか？ようやくそう言った。我ながら驚くほど細く弱々しい声だった。女の子みたいな声で恥ずかしくなったが、A も B も何の反応もせず、目の前の闇を見つめていた。誰かいますか？勇気を振り絞ってそう呼びかけた。静寂の中で雨音がやけにうるさい。真っ黒な木々、その向こうに広がる闇。どこまでも真っ暗な闇の中に、ふと何かが動いた気がした。どこで何が動いたのかわからない。じっと目を凝らしていると、視界の端でまた何かが動いた。今度こそ居場所がわかった。それは20メートルほど離れた場所に立っていた。真っ黒な視界の中で、うっすらと赤いそれは、ゆっくりと近づいてきていた。ヒッと声を上げて B が逃げ出した。B もあれに気づいたのだ。俺も A も B を追いかけて駆け出す。だが、大人かもしれなかった。真っ暗な山の中で、明かりも持たずに近づいてきた。どう考えてもおかしかったが、万が一俺たちを探しに来た大人だったとしたら、逃げてしまえば俺たちは再び遭難だ。だから A と B を呼び止めて、俺たちは木の陰に隠れた。真っ暗な視界の中で、再びそれを探す。赤い何かだ。赤い何か。そう考えて目を凝らす。いた。さっきまで俺たちがいたあたりを歩いている。明かりのない中で、うっすらと赤い何かが動いている。木の陰に潜んでその姿を目で追う。寒さと恐怖でガチガチと歯が鳴った。その音で気づかれてしまうんじゃないかと思うことだった。それは、俺たちがいる方に近づくわけでもなく、見当違いの方向へ歩いていった。人、だったと思う。少なくとも見た目は化け物ではない。俺たちはゆっくりと近づいていった。赤い人だと思ったが、どんな人なのかまではわからなかった。大人なのか、俺たちを探しに来たのか、それとも頭のおかしい人なのか。助けを求めなければ助からない。だが、あの人に声をかけていいのだろうか。もう少し近寄ってよく見てみないとわからなかった。赤い人が歩いていった方へ、足音を立てないように注意しながら近づいていく。10メートルくらいまで近づいて、
ようやくそれが赤い着物の女の人であることが分かった。おい。全く突然すぐ真後ろから声がして、俺たちは固まった。のぶとい男の声、声の感じからしてすぐ背後、数歩も離れていないだろう。赤い人が立ち止まった。ゆっくりとこちらを振り向く。一瞬だけ後ろを振り返ると、案の定誰もいなかった。すぐ顔を前に戻すと、赤い女の人がこちらを見ていた。着物姿で長い黒髪を垂らしている。顔は白い。こちらを向いているが、遠いのと暗いので、どんな表情なのかわからない。雨に濡れているはずなのに、髪も着物も形を保っているのが奇妙だった。人間じゃない。そう思った瞬間、俺の耳元で、おい。と大きな声がした。俺は頭が真っ白になって逃げ出した。A のことも B のことも顧みず、真っ先に走り出した。待ってよという A の声がしたが、俺は無我夢中で走った。走り続けて気がつくと、一人になっていた。雨はまた強くなり、豪雨となっていた。走り疲れて俺は座り込んだ。雨が体に打ちつけて痛いほどだ。呼吸が辛く、頭が回らない。ここがどこで、A と B がどうなったのかもわからない。これはきっと悪い夢だ。目を覚ませばお母さんが、きっと台所に。目を覚ませば。頭がガンガンと痛み、涙が止まらない。ゴーゴーと耳鳴りがして、雨音なのか耳鳴りなのかもわからなかった。パキッと枝を踏む音がして顔を上げると、目の前に赤い着物を着た女の人が立っていた。あっ、と口から息が漏れる。寒さに凍える中で、股間が暖かくなるのを感じた。真っ赤な着物に長い黒髪、真っ白な顔に見開かれた狐目、尋常じゃない様子で笑っている。目を見開き、口をニーッと開いて白い歯をむき出していた。そして口を開いて、おい、と男の声を出した。俺は頭がおかしくなりそうだった。女の人はまた、おい、と声を出すと、口元に手をやりクスクスと笑った。女の声で笑った。座り込んで見上げる俺の顔を覗き込んで、また男の声で、おい、と言って、またクスクスと女の声で笑った。俺は回らない頭で理解した。さっきまで呼びかけていたのもこの女の人だったのだ。俺たちを呼び寄せ、走り回らせ、バラバラにさせたのもこいつだ。俺は逃げ出そうとしたが、体が動かなかった。疲労のためか、腰が抜けたのか、恐ろしいのに俺は女の人から目を離せず、動けずにいた。女の人はクスクスと笑いながら俺を見ている。
狐目を見開き、俺を見据えている。気概だと思った。まともな理性が感じられない異常な目だった。ほんの数秒経っただろうか。女の人は口元を手で隠したまま、取って食べようか、と言った。俺は何を言われたのかわからなかった。女の人はまた、取って食べようか、親子の元に戻そうか、と歌うように繰り返した。女の人はクスクス笑いながらその言葉を繰り返している。俺は言葉の意味を理解して震えていた。取って食べようか。女の人は笑い続けている。親子の元に戻そうか。雨と涙で視界が霞む。お願いします。俺はひざまずいて女の人を見上げた。返してください。涙があふれ、しゃくり上げながら何度も懇願した。お願いします。お願いします。女の人はクスクス笑いながら、取って食べようか、と繰り返している。涙や鼻水でぐしゃぐしゃになりながら女の人を見上げると、その顔がゆっくりと近づいてきた。にーっと笑う口が大きく開かれる。食われる。そう思った。顔がゆっくりと近づいてきて、俺の意識は闇に沈み、不意に光の中で目を覚ました。気がつくと俺は自宅の居間に敷かれた布団に寝かされていた。周りには両親や町の大人たちが集まっていた。目覚ましよったとか、このボケガキがとか、ほんまによかったなとか、いろいろ言われて、頭を撫でられたり叩かれたりした。山で何があったのかを問いただされ、俺は痛む頭をこらえながらすべてありのままに説明した。しばらく風邪でうなされ、ようやく回復した俺は、あの日のことを母親から聞かされた。あの日俺は山の入り口に倒れていたらしい。夜になっても戻らない俺たちを探して山に来た大人たちが俺を見つけてくれたようだ。他の大人たちが山に入ったが、A と B は見つからなかった。その後も毎日捜索は続いているが、未だに見つかっていないらしいと。翌日俺は母親に連れられて町のお寺へ向かった。住職さんに挨拶して簡単なお説教を受けた後、山の中にいるもののけについて教えてもらった。山に入るともののけに食われるという言い伝えは方便というものらしく、実際に山にいるのは昔々から山に祀られている神様のようなもので、もののけとは違うという。昔から五穀豊穣をもたらすありがたい神様であると同時に、人を取って食う恐ろしい神様でもあり、みだりに山に入った者が神隠しに遭うということがよくあったと。さらに、その神様を祀っていたお社が山崩れによって消失した。再びお社を建立したものの、
どうにも神様の気配が宿らなかったという。何度も儀式が行われるも、一向に神様は宿らない。そうこうしているうちに、儀式の関係者が何人か神隠しに遭い、危険だと判断された山は、荒ぶる神様がおられる神域として封鎖された。そこで大人たちは、ちゃんと理解して山に入るのを禁じ、子供たちには恐ろしいもののけが山におるよと言い聞かせてきたのだと。A と B は、おそらく神様に食われたんやろう。大人たちも危険だからもう捜索も打ち切りになるやろと、住職さんは言った。俺は二人を見捨てて逃げ出したことを住職さんに話した。しかしその後、俺は塔の神様に出くわしてなぜか山から降ろされた。何人か取って一人戻すということは過去にもあったらしく、俺はたまたま運が良かっただけとのことで、今後二度と山に入ってはいけないと言われた。町を出た方がいいとも言われた。そしてよその土地へ行ってもできる限り山には入らないようにしなさい。どこであっても山とは神様のおられる異界であり、この辺りの山ともつながっているから、神隠しにあった俺はどの山に入ってもあの山の神様の手が届いてしまうと。それらのことを聞かされて、俺は母親と自宅へ戻った。その日の夜に母親と父親が話し合い、俺の一家は東京へ出ていくことになった。住職さんに言われたこともあったが、A と B の両親は俺を恨んでいるようだったし、このまま町にいても住みづらいだろうということで、両親はあっさりと東京行きを決めた。もしかしたら過疎の町から逃げ出せることを喜んでいたのかもしれない。小学6年生の夏、卒業を待たずに地方からやってきた俺は、新しい学校の生徒たちからキーの目で見られた。鉛があったのも馬鹿にされ、俺は居場所のない小学校生活を卒業まで耐えることとなった。多少いじめらしきものは受けつつも、それ以外に怖い思いをすることはなく、それ以降も俺に神様の手が届くことはなかった。ここまでが子供時代の話。